本当にため息が出ますよね。今新型コロナウイルスの影響で自粛をしているわけですけど、日本の場合水際対策が大甘すぎるんですよ。コロナをめぐっては今インドが大変だと連日話題になってますよね。連日30万人の感染、死者も何千人も出ています。変異ウイルスの影響が指摘されているんですが、ようやく昨日になってインド、パキスタン、ネパールの3カ国に過去2週間以内に滞在した外国人については在留資格を持っていても原則入国を拒否することを政府が決めました。また鱗滝さんですよ。判断が遅い。日本では水際対策として入国後14日間の自宅待機を求めています。これってやっぱり感染を防ぐ意味でも重要な対策ですよね。なんですけど、守らない人がいるんですよ。厚労省によると、入国後に14日間の待機を行っている人は現在、1日あたり約2万から2万4000人、スマートフォンのアプリやメールを使い、自らの位置情報や健康状態を毎日報告することを求め、入国時に誓約書を書いてもらっている。ところがそうした毎日の報告をしない人や報告された位置が自宅などから離れている人が1日あたり最大300人に達しているという。政府対策本部は7日、こうした入国者向けの対策強化を決めた。所在確認の電話に出ない人には誓約書に違反していることを理由に氏名公表の可能性がある旨の警告メールを送る。また委託業者が待機場所の自宅などを訪れて所在を確認するという。ただ誓約書に違反しても懲役や罰金などの罰則を科すことはできない。そりゃ罰則ないなら出歩く人も出てきますよ。しかもその場合の日本政府の対応っていうのが何なんでしょうね。連絡取れないから怒りのメールって。こういう緊急時ってのは性善説で考えるのをやめませんか。ちなみに4月は1万7557人入国したといいます。変異ウイルスが広がるインドからも1900人ほどいたと。大丈夫なんですかねこれ。今英国由来の変異株が日本でも広がってもう9割以上そうなんじゃないかと国立感染症研究所が推計しています。結局これも水際対策に失敗してしまったからこうなってるわけでしょう。いやもちろん海外との往来が必要な場合ってのもあると思うのでそれは理解します。ただそれならきちんと入国後待機させるような強制力が必要になってくるんじゃないでしょうか。新型コロナといえば昨年の段階で台湾が成功事例として、抑え込んだ対策の成功事例として挙げられていましたよね。台湾の場合勝手に動き回ったりとかしてたら罰金とか取られるわけですよ。本来はそんなものない方がいいに決まっていますよね。ただ状況が状況なだけにやるべきでしょう。それで感染が広がって自粛が延長されるってなったらより経済にも影響が出ますし、日本の場合はですね憲法上の制約を理由に罰則に及び腰です。田村憲久厚生労働省は10日の衆院予算委員会で憲法の制約上移動の自由がある、判例でも出ていると言及した。我が国は私権の制限に対しての法律がないとも述べ、強制するのは難しいとの認識を示した。憲法学者の中には入国した邦人や外国人に一時的な待機を義務付ける措置は憲法上認められると指摘する声がある。慶大教授の横大道聡氏は邦人と外国人を問わず合理的な根拠と明確な法律に基づく条件を満たせば移動の自由を制約できると話す。元三重中京大教授の浜谷秀弘氏は違憲とは考えないが移動を制約した法律に対する違憲訴訟になる恐れはある、憲法に緊急事態条項の創設が必要だと訴える。現状できないのであれば憲法でも法律でも変えたらいいじゃないですか。一体何のための国会なのか。もうこれ1年以上やってるんですよ。そしてこの1年の間国民はずっと自粛を強いられています。経済も疲弊していますよね。コロナを理由に解雇される人が何万人もいますし、生活が苦しい方多いですよ。これから行われるオリンピックももちろん大事ですよ。ただまず第一に国民生活をしっかりね守ってほしい。今日紹介してきたように日本の場合水際対策に大きな問題がありました。さらに頼みのワクチン接種っていうのも混乱が広がっていますよね。予約の電話がつながらないとかサーバーがダウンしたとか、もう日本ってそんなことすらできないんでしょうか。それでお年寄りなんかは時間だけはあるから役所に並んだりとかするでしょう。もうカオスですよ。一方で順調に接種を進めている事例として相馬市が挙げられますね。相馬市は予約制ではなくて日付があらかじめ指定されています。お年寄りの場合って
時間あるでしょ。まあ並んじゃうほど時間あるわけですから、日付指定した方がスムーズですよ。予約制だとまずその予約を受け付けるための人員が結構必要になってきますし、ロスが多いと思います。相馬モデルだと予定の合わない人だけの調整になりますから、無駄がありません。地域ごとに状況が違うとはいえ、まあこの辺も統一できたらよかったんですけどね。というかね、ワクチン自体を日本でもっと早く開発できたらと思います。この辺の流れを日経新聞がまとめていたんですけども、かつて日本のワクチン開発は技術も高く、米国などに技術供与するほどだったんですよ。ところが日本ではこの30年で一気に衰退していったということを書いているんです。予防接種をめぐる92年の副作用訴訟では国に賠償命令が出て、94年には予防接種法が改正されて接種が努力義務となり、副作用を恐れる保護者の判断などで接種率はみるみる下がっていったということで、さらに薬害エイズ事件で厚労省もビビって萎縮しちゃってるんですよ。じゃあその結果何が生まれたのかっていうと、欧米で開発されたワクチンってありますよね。そういうものを数年から10年以上も遅れて国内承認するというワクチンギャップが常識化してしまったと。でもさっきあったように日本にも優秀な人材っているわけですよね。そういう人たちどうなったのかなっていうと、海外行っちゃうんですよ。日本の場合規制が多くて支援体制が脆弱だということで、まあそれやっぱり海外行っちゃいますよね。アメリカなんかは炭疽菌事件を契機に公衆衛生機器への対応を進化させたとしています。これって安全保障に関わってくる問題なので、平時ではなく有事の発想ですよね。今アメリカでは余るほど圧倒的な量のワクチンが確保されています。米デューク大学のクリシュナ・ウダヤ・クマール准教授は朝日新聞のインタビューに答えているんですが、興味深いですよ。米国はなぜ自国に必要な量を超える契約を結んでいたのですか？多くの契約が結ばれたのは約1年前から昨年秋にかけてです。その頃はまだワクチン開発が成功するかどうかわからない状況でした。米国は研究開発費を出し、開発できていないワクチンを先に購入するなどの投資をしました。もしいくつかの候補が開発に成功しなくても、その中の 1,2 種類だけが成功すれば十分な量のワクチンを確保できるようにしたのです。他の国も開発段階から投資してきました。今十分に確保できている国とできていない国があるのはなぜですか？いくつか理由があると思います。一つ目は投資の規模とスピードです。米国はオペレーションワープスピードに180億ドルを費やしました。一方欧州連合はワクチンを買い上げるだけでなく価格交渉も重視しました。米国の方がワクチンを確保することに積極的で、価格についても気にかけなかったのです。二つ目は米国が投資した米製薬大手ファイザーとドイツバイオ企業ビオンテック、米バイオ企業モデルナのワクチンがたまたま最初に発売にまで至り、それらの製造拠点は主に米国内にあったということです。この2つの条件が揃ったために米国はワクチンをいち早く手に入れることができるようになったのです。かけるべきところにしっかりと大資本を投入したからこそワクチンを確保できたと。この方は開発に投資をしたという点でトランプ前大統領をワクチンの分配を加速させて予防接種キャンペーンを成功させたという点でバイデン政権を評価しています。やっぱりアメリカっていうのはちょいちょい戦争をやってるので、もうやるって決めた時の本気度が違いますよね。補給の重要性に関する日米の認識ってなんかこう、まあ、特に日本の場合って戦前から変わってないんじゃないかなと考えてしまいますよ。気合とか根性とか我慢って重要な概念だと思います。ただそれだけで戦争にもウイルスにも勝てるわけがないんですよ。日本人も根本的な部分から考え直す時期に来ているんじゃないでしょうか。今左派の方って当然のように政権批判やっていますよね。ただなんか矛盾してると思うんですよ。左派って緊急事態条項とかで私権を制限することを極端に嫌います。だけどコロナ危機で明らかになったように、現実問題制限をしないとどうにもならない時ってあるわけですよね。検査と隔離が大事なんだと、まあ、そういう主張も聞こえてきますけども、これも結局だから隔離する時に強制力ないと逃げ出す人出てくるんじゃないですか。ですから憲法改正を含めしっかり、まあ、柔軟な議論を私たち日本人はしていくべきだと思います。こういう話してると本当に気がめいってきますよね。というところで今日は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。